シカウチ棒。シカウチ棒とは、英国での狩猟の際に被られる、男性用帽子の一種。ディアストーカー。1860年代から登場し始めた、狩猟棒の一種で、イングランドでの鹿狩りの際にディアストーカーが被ったもの。一見縁がないためキャップに見えるが、前後のブリムは、一つながりのものとみなされているため分類上は、ハットである。シカウチ棒とパイプ、虫眼鏡。 シャーロック・ホームズを連想させやすい道具である。狩猟用の帽子として、ツイードなどの目の細かい頑丈な毛織物で仕立てられる。クラウンは低く12から1 3トル程度、前後に6センチメートル前後のブリームがあり、左右にイヤーフラップがつくという独特の形をしている。耳当ては、普段、頭頂部で、リボンで止められている。後ろにひさしがある、独特のデザインは、 木の枝などで首を傷つけるのを予防するためのもの。ボスコム渓谷の惨劇にて、鹿内棒のホームズと、ワトスン、シドニー・パジェットが、ストランド・マガジン掲載の差し絵。アーサー・コナン・ドイルの推理小説の登場人物、シャーロック・ホームズの名をとって、シャーロック・ハットと呼ばれることがある。作中ではホームズが鹿内棒を被っていたと明記されたことはなく、 鹿内棒を被るホームズは1891年のボスコム渓谷の惨劇でシドニー・バジェットが描いた挿絵によるイメージと考えられている。1892年の白銀号事件で本文中に列車に乗って郊外に調査に出かけるホームズがこうむるイヤーフラップットトラベリングキャップという回りくどい表現が登場するが挿絵ではやはり鹿内棒として描かれている。 本来は狩猟用の帽子であるため、ビクトリア朝時代において都市で被ることはほとんどない。ありがとうございます。